宮崎智義は、日本のコンピュータゲーム開発者及び、シナリオライター。中央大学理工学部管理工学科在籍中に、日本ファルコムへアルバイトとして参加。その後正社員に登用され、イース、イース2のシナリオを手掛けた。ワンダラーズフロムイースの開発終了後、同じく、イースシリーズの開発スタッフだった、橋本正也らと共にファルコムを退社、独立し、 1989年ゲーム、外社クインテットを設立。二面性をテーマとした作品を手掛け、後にクインテット代表取締役となる。また90年代前半には、キノコというハンドルネームで草の根パソコン通信にも参加していた。2009年、株式会社ギガファクトリの代表取締役に就任する。同社のサービスとして、アクトレーザーの名前もあった。 その後、クレジットカード決済代行の決済 .com 社、代表取締役に就任したが、同社は多額の未払い金を抱えたまま倒産。宮崎も消息を断ち現在に至る。下記代表作の中には、アルバイトの立場において、制作に携わったものもある。ABMSX ファン1988年5月号116、ーハットハイパー。 プレイステーション、1999年8月517、P ギガファクトリー会社概要、https コロンスラッシュスラッシュ web.archive.org スラッシュ web スラッシュ20091012043214スラッシュ http コロンスラッシュ g i g a f a c t o r y j p 8 0 インフォメーション、h t m l にがファクトリーサービス案内 https://web.archive.org web スラ20091013063810 h t t p g i g a f a c t o r j p 8 0コンテンツ、html ありがとうございます。